どうしよう。直接こいつと戦うのもありか。いや、どうしよう。必殺剣届くかな。必殺剣届かねえんな。あー、自利品だな。戦い方としてはちょっと自利品な戦い方だ。まあ、右にいるカタパルトを攻撃しようかなっていうのもちょっと考えたけどさ、レンダーパフェっていうこいつ、このターンででも倒せるんじゃない？サラマンダーがうまいこと、はい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 、これで死ぬよな。いいねー、あれなんとか、あれなんとか、なんとかっつ鎧を手に入れたけど、はっきり文字が見えなかった。で、踊るか。さあ何が起こるかな。うーん、スカか。今のところスカとみんな回復しか起きてないよな。マジで極端だわ。ベホマズンか、魔人斬りでスカ連発するかみたいなさ、そんな感じだぜ。でこいつどうしよう。まあ、この辺まで移動させてドラゴンを生けにして、ジャベリンでアイスをここに打つことで、まあ、移動がしやすくなるみたいな、そんな状況で道をまず開拓。これうまいこと待てないと、あの魔法使いに対して破壊とかできないかな。でドラゴンは行けで、あーダメか。で、この位置で破壊、まあ、少しでもねダメージ与えられるんだったら与えていく。でヨヨがあれだな、ジャベリン使う必要なかったかもしんないな。ヨヨがうまいことここに移動してドラゴン行けで、リバーをここにかけることで、待て待て、こっちの方がいいか。はいはいはい、これでダブルヒット。いや明らかにヨヨの見た目違うよな。もっと全身緑色でマントも緑色だったような、そんな記憶があるんだけど。あー死なないか。しかも回復されるのうぜえな。戦え戦え、よしよしいいぞ。戦って先手取れ、先手で全体に大ダメージ攻撃。お前こういう時に魔法使えよ春日。マジ使えねえなこのパピー。え、もう MB もしかしてゼロか。魔法使いすぎてなくなったとかか。なぜ今パピーは魔法使わなかったんだ。敵がそもそも何魔法効かないみたいな。いやそんなわけはないか。さあ謎かな、今の作動何だったんだ。あーセンダック、あのジジイ、ブルブルジジイ。でホワイトラック使われるわな。あーでもそっち回復させる、そっち回復させるんだったら全然いい。でダメージ食らわないサラマンダーに喧嘩を吹っかけてきてるから、もうただのバカだよな。ただのカモでしかないな。いやダメージ食らわないってマジチートだよな。これ普通に HP が5万ぐらいあるとかじゃなくて、完全にダメージ食らわないとかそういうあれなのか。あのまた引っかき攻撃、まあ痛いけどそんなに痛くはないよね。マグマストーム、これもあんまり近寄んない方が良さそうだよな。もうドラゴンゲーだよ。ああ足元溶かされた。ドラゴンゲーだからな基本的に。
で、センダックをこの辺に移動させて、コイにした方がいいか。で、フィールドで召喚。マジック陣がない。まあこんなんで。で、気を取り直してリバー。4段ヒットしてるよな。これでダメージちゃんと通るのか。さっき、いや、マス目かぶさってたけど、あれダメージ入ってないよな。いや、入ってんのか、何だったんだ。いや、マス目かぶさってなかったのかな。今普通にグランガードの方にダメージ取ってもんな。もしもし、チリヒンチリヒン。で、こいつもチリヒン。ドラゴン恋にして、選択の回復してくんないかな。なかなか言うこと聞いてくんねえな。一体仕留めたけど、ちょっと位置が悪いな。あ、いや、いい位置が良かったわ。ちょうどいい位置でダブルヒットさせて、んーで、ヨヨは、ちょっと城まで、選択を回復させて、さあ、ここからどうする。右の大砲がちょっと気になるっちゃ気になるんだよな。ドラゴンが誰かおとりになってくれればいいんだけど、ゾラが、ゾラこっち攻めるか。でこっちもコインにして、こうすることで、まあ遠距離から攻撃を入れて、いやでもどっちにしろ選択と隣接してるからあれだよな、ダメージ食らう可能性あるよね。誰かこいつを撃破した方がいい。おじさん行くか。正面に立つのは危険な気もするけど、いや正面立つのは危険か。この辺に立ってドラゴン行けで、サンダー、まあ、ザコもついでに狩り倒してって感じだよね。まあうまいこと連携取れてるわな。まあ、ついさっきまで HP2000 台だったのがもう7000以上、8000以上まで回復してるから、もう特に何も言うことねえわ。でドラゴン行けで、待て、マジか、そんなに魔法を使いまくってたか。んで破壊、マジか、一マスしか入んないのか。いや、まあいっか、しゃあない、そういうこともある。いや、もう少しだね、もう少しだぜ。もう言うて、でも今このアーバインとかがいるあたりまで来てしまえばダメージは食らわんか。いや、食らうか、カタファルトの攻撃。どうだろう、最悪こいつら死んでいいから戦おう。普通に殺されそうだよね。おお、でも気利かせてくれた。上と下のザコがまずこれでくたばるか。おしおしいぞ。大砲だけだったらまあ、ワンチャンどうにかなる。アクアストーム。え、そんな強い技できんの？てか、俺何も行動選んでないんだけど、強くね？強くね？口
チデビたちって何、プチデビ4体でチーム組めばオートでこういう何2000とか3000くらいのダメージ平気で与えるような技使ってくれるみたいな、そういう仕様だったのか。いやもう割と最終局面に近いような場所でまさかのプチデビたちが強いっていうことが判明した。うーん、でドラゴンを倒してアウローラ、あとはもう人間たちだけだぞ。まあ、幸い大砲の攻撃からも射程範囲からは人間が射程範囲から外れてるからもう大丈夫だ。パピーも強い子だから大丈夫。でこのドラゴンも HP8000 ぐらいまでさっき言ってたから大丈夫。さあ出たな、グスタフだっけ、なんだっけ、こいつの名前マジ覚えられないな。グランマジック、似たような魔法見た気がするな。ナイトメアだっけ、そんな感じの魔法で今の青みがかってたけど赤い球体みたいなやつ出る技あったよね。うーん、でいやもうこのまま待て、この位置にリヴァイアさんよ。もう下手したらアーバインよりも大ボスの方を先に倒してしまいそうな、そういう勢いあるけど、まあ、さすがにそれはねえか。 HP、 まあでも2人ともハテナか、まだタフそうだよね。いやいいね、ちょうどいい位置に攻撃入れてくれてるわ。うーん、でマテライトを戦うか。ドラゴンも行って、まあ、行けで、そのままでいざ。レベル 54? レベル54って書いてなかったか、だいぶ高いよね。うーん、でインスパイアして、まあ、ワンチャン毒、ワンチャン毒に犯す。で爪、普通に戦闘に参加してくれるんだったらこれほど心強いことはないよな。これでまた4500ぐらいのダメージ入れればさすがに HP が1万切るんじゃないか。あーでもよ、いかなかったな。単体攻撃だったら全然問題なし。ヘビアーは頑丈だよね。他のキャラが露骨に大ダメージ食らってる中で一人だけ平気なんだもん。これ初めて、なんか跳躍みたいなのができた。美味しそうだね。まあおじさん割とつい最近たこ焼き食べたんだけど、てか今のあれな、アイス系の氷系の魔法だったのか。で本も手に入れて、さああとはボスだけ、ハテナとハテナ、まだハテナか。いやいやまだハテナか。でドラゴン行けで、まあ死にかけの仲間を癒すのも大事だよな。てかおじさん何、大砲ぶっ壊そうと思ってわざわざ右の方に移動したのか。なぜおじさんがあんなところにいるのか謎だけど。うーん、で召喚のリバーの、まあ一番いい位置で使っていくぜ。いやまだ4桁ならんか。あ、来た来た来た、ようやく4桁。 MP も100まで減ってるからもうちょっとで自利品になるぜこいつで。今パピーが移動したことによってこれでさあ、てかこいつ、MP 全然まだ300以上あるじゃん、そこ突きたみたいに思ってたけど。でパピーが移動したことによって左側にいるカタパルトが行動できなくなるんじゃないか。でおじさんもうやることねえから、もうあれだな、必殺剣使ってさ、この辺のこいつら破壊することで経験値稼いでった方がいいんじゃないか。2312、うーん、まあそこまで高くはないけれども、
他の何もしないで、何も破壊しないで、ただただ暇を持て余すよりかは、いい采配なんじゃないか。とりあえず、アーバインは、もう完全に隊長に任せることにして、これもこっち側から攻めるか。で、修行と。これ上にカタパルトのやつっている？上にカタパルトいたらちょっと、しんどいね。自動砲台って上のやつがそんなダメージ入んないよな。 OKOKOK あの程度だったらまだ全然耐えられる。いや暇を持て余してるね。足が生えてないキャラって本当に不便だよな、こういう時。哀れだわ。さあでもう一回破壊、毒食らわねえかな。頼むから毒状態になっていただけませんかね。なるべく巻いていきたいな、体当たり。ドラゴンが体当たりするってちょっと違和感あるよな。で敵も全体攻撃するんだ。ポケモンのさ、その初代ポケモンのまあ不思議なのとかゼニガメが体当たり動いてたと思うんだけどさ、で人影は引っかくか、人影体当たりしないもんな。まあ、リザードンがさ、爪あるリザードンが体当たりしてたらすげえ違和感感じるじゃん。で、エクスカリバー1個入手して、どうしたの急に。あ、倒した、あ、倒したわ。気づいたら死んでた。違和感あるよねっていう話をしてたら、いつの間にか他界されていた。え、これ待って待って待って、これ、待ってないと。あー、はい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 。炎属性のやつ。つけてたから助かったのか。でバルクレーがお亡くなりになられた。悲しい。でおじさんどうしようかな。おじさんマジでやることないよな。でちょっとこの辺の壁もぶっ壊して、風通しのいい、風通しのいい戦場にしようぜ。こういう時のためにだよね。こういう時のために炎属性の鎧を装備させておこうきゃよかったよな。まあリターンシブルはまだ腐ることあるからいいんだけど。で待って、センダックは、センダックも、いやいっか、いや待て、召喚の方がいいか、いや壊すか。この辺の壁をぶっ壊して風通しのいい戦場にするぞ。まあいい、こいつももうじき1万切るだろう。でできることなら、あのプチデビ艦隊を戦闘に参加させてやりたいんだけど、でアイテムのリターンシップで蘇生いいからのハイドラッグか。単体で1000回復すんのって。あ、まあいいや、使っちゃおう。で、これで、横の方に、あ、こっちから、こっちから戦い多いと思う。完全に戦闘強だからな。マテライト率いるこの軍団で、こいつもこいつで HP。こいつだよな。ガンストがこいつだよな、グドルフで。ああ、そうか、ドラッグブースあるんだったら、ドラッグブースでバルクレー使って HP 吸収するのもありだったよね。で、頼むから毒食らってくれ。で、テラブレイク。ここもテラブレイクとか、体当たりとか、あれランダムなのかね。MP が完全になくなったら体当たり一択になって、かえって与えるダメージが増えるみたいなさ、そういう状況になってくれればすごい楽なところがあって。来たね、安定のこいつ特有の代理形態。あー、これ誰、即死かな。ってわけでもなかった。どうにか普通にやり合えてる。え、ちょっと、あー、そっか、そこか、完全にあれだ、見えてなかった。え、ど
ちらかっつうと仙台からだな、道の開通よりも上の自動砲台をどうにかした方が良かったかもしれない。でナイトメア、これドラゴンに対してもダメージ入るやつだっけ。思いっきり入ってんな、5000で HP 半分ぐらい持ってくみたいな、そういう技か。いやもう白魔法で回復、エクソイズムこんなの覚えてたの。リターンライフ、あ死んだやつこれで蘇らせられるんだ、ビッグバースト、はあはあはあ、こんなのも覚えてたんだ。いやそれは知らなんだが、でこの辺に移動して、でこの位置から白魔で一気に回復よ、一気に畳みかけるように回復をして、サンダーホークって飼い主誰、ちょっと移動してほしいな。サンダーホークプチデミかな、戦闘に参加してくれた方がいい技使う可能性もあるから、そうしたいところなんだけど、てか適正でなぜプチデミが4体全員同じ編成にならなかったのかが謎だよね。強すぎるからダメだよみたいな、チート使ってるじゃんみたいな感じで思われてるのかね。あーこれ漏れてんか、あれじゃあプチデミがこれ勝ってんのかな。サンダーホークの飼い主プチデミの可能性出てきたな。でこいつやることねえから、まあいいや、こんなんでリフレッシュしそうだなと思ったら、やっぱ案の定リフレッシュするよね。でこいつもなやることがない、フィールドで踊り使うか、ドラゴンしか範囲ねえけど、まあいいや、みんな回復とか出ねえだろさすがに。地震攻撃、どうせだったらあれだな、ボスの近くのマップでやるべきだった。どうせミスるだろうなみたいな、そういう考えが俺の頭の中にあったからこそ今みたいな感じになっちゃうよね。自動砲台は次、まあ、おじさんか戦略で破壊することにしよう。さあエネミーフェイズ、こいつらも行動できないんだったら行動できないでいちいち画面に表示するの やめてほしいよね。でナイトメアもこれもサラマンダーに食らう分に関しては全然いいんだよ、ダメージ食らわないんだから不死鳥なんだから。でクロマのサンダーゲールをここ、さあこれで行動しやすくなったんじゃないか。今この状況からさ、グドルフだっけ、こいつがいた建物に、ああ HP そうだ1万切ってるんだ今。ここ行ったら行ったらどういう風になるのか、グランベロス帝国なのかなあれそのものが。で、まあ、せっかくだから、まだ見たことない魔法を使っていこうか。でヨーヨーの MP も回復させて、ヒューベリオンか、これ覚えたのか、初お披露目じゃない。さあヒューベリオン、あの紫の気持ち悪い歯並び悪いやつだよね。ヒューベリオンっていうドラゴンさ聞いたことないんだけど、他のゲームにも出てくんの。ユルムンガントとかはユルムンガントで聞いたことあるけどさ、あとはガルーダとかドラクエにもいるし、まああと何、バリトラとかインドのさドラゴンじゃない、バリトラ ブリトラか、多分でもバリトラってブリトラだよな。でもその今使った名前忘れたわ、ヘリーベインみたいな名前のドラゴンのやつは全くもってわからん。でいやーもういっか、アイテム使うのもったいないわ、終了で。
完全に袋のネズミだぜ。残り HP 考えても多分あと2ターンぐらいか。5600だったらまあそんなもんだよな。まあいっか、戦おう。魔法全く使えなくなっちゃってるけど、普通にみんなでここやっぱ怖くない。いやドラゴン来てくんねえし。いやーでも魔法使ってなかったらこんなもんか。改めて魔法の与えるダメージでかいよね。2300、400ぐらいのダメージか。おお、戦闘マップだとこうなるのか。でマテライトだけ炎属性の鎧装備してるから、まあ、ダメージ食らわんと。いやでも位置がやっぱ邪魔だよな。でこいつ隣接してないとさ、ダメージ与えられないのマジできついよな。ちょっと恋にするか。でうまく回復魔法とか入れてくれればいいなみたいに思ってたけど、そう甘くはない。でこの位置で恋にしてさ、ちょっとうまいこと位置ずれてくんねえかな。さあ何が起きる。え、ま、最悪だ。5000、 あでもね上限5000なのかな。え、これ敵、いや MP 回復するのはいいんだけど、これ敵の HP どんぐらい回復するの。あー5120、あー MP は全回復しちゃったな。いやでもそれに対して MP がこっちの HP、MP 全回復するんだったら、敵の大将の HP が5000回復したところで別にそんなに影響はない。であとあれだよね、大砲とかも回復するよね。ずっとカタパルトしたくてうずうずしてる動けない大砲いるじゃん。あいつらも回復すると思うんだけど、別にそれはそんなに支障はないか。こいつらはまあ放置してるから、放置してるから別に問題はなし。てかそもそも建物で自動回復してるのか。いやーそこどいてほしいんだけどな、サンダーホーク。まあちょっとあれだな、倒すのが遅くなっちゃったよな今ので。無駄に1ターンか2ターンぐらい長生きしたから。で7500のダメージでえぐいな。でこいつら身動き相変わらずそれないと、怯え状態の窓ハンドみたいなもんだよな。あーオッケーオッケー、敵もバカだな。よりによってサラマンダーに攻撃してくれてるから意味のない行動をとってくれてるぜ。でおじさんもこれ今だったら、まあ、ドラゴンは一気でいいとして、必殺拳でセイントヒットぶちかますか。それでもこんなもんか。でサラモンダーは、これ回復入れてるけどあんまり、ああそっか、3ターン僕今大ダメージ食らってたんですけど。でまああと、そうだ、ヨヨだ。ヨヨがまだ使ってない白魔法とかもあるから、あーでも白魔法だもんね。死の魔法とかも効かないよな。ヒューベリオンな、名前全然出てこなかったけど。でバハムート、バハムートもいんのか。前までバリトラ、リバー、ガルーダ、ユルムンガンドしかいなかったけど、バハムートも使えるようになってんだったらバハムートも使ってしまうぜ。範囲広いし。さあバハムート初お披露目。今回のパート初お披露目するの多いよね。あーこれか、オープニングのシーンでいたのこれか。はい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 、これで全部のドラゴン見たわ。ああもう一気に溶けちまったな氷。で敵の HP もこのターンで十分仕留められるな。え見たことないわ全然。
今のはあれか、パピーがやったのか、ナイトメアなんだ。まあ、クソどうでもいい内容の噂だったからいいとして、で、さあ戦うぜ。まあ、最後は隊長たちに全部とどめをさせてもらおうか。いや、まあポイズンで、セイントブースで、もうみんなそれぞれ好きなことをやってくれって言ってると、ドラゴンに全部持ってかれちゃうんだよな。いや、でも死にはしないよ。1700ぐらいだったっけ、こいつの残り残量。いや、これでくたばってるな。まだまだわしには、ああ、ちょっと待って、こいつ、片言だったか。普通に言っちゃったけど、クーゲルブリッツ。まあ、何かしら強そうなアイテムをいただいて、白ガールって言ってるけど、今完全にやられて消失したよな。で、全経験値いい感じで上がるぜ。最終決戦とかって書いてあったけど、まだ城があるとかって言ってるってことは続くよね。はいはい、セーブ。滅亡、タイトルが不穏すぎねえか。タイトルが不穏すぎるし、まあ、時間もいい頃合いだから、一旦この辺で区切って、まあ、ちょうどなセーブもしたことだし、まあ、次にこのチャプターやっていくことにしようかな。もう大詰めだよね。まあ、つうことで、ちょっと終えるわ。次回に、続く。